ジュエリーでの輝き、それとも恋の輝き、どっちの方が重要でしょうか。ジュエリーですね。日本暮らしの幸せですかね。今回は妹さんのツアーさんよりもいち早く受賞されましたけど。あ、そうなんですね。そうなんですよ、そうなんですよ、はい。どんなタレントとしての道内みたいな気持ちはありますか。そうですね、姉として道内って言ったところで、はあそうですかぐらいでしか多分言われないんで、はい、あんまりお姉ちゃんの効力がないんですよ。女性にとってアリスさんにとってその輝きはジュエリーでの輝き、それとも恋の輝き、どっちの方が重要でしょうか。ジュエリーですね。そうですか、はい、女性って恋をすると輝くじゃないですか。いや、まあ、でもいろいろジュエリーだったり、まあ、お仕事の充実とか、まあ、心の充実が一番なんかその人を輝かせる感じかなと。じゃあそれが一番今もっともっていう感じですね。そうですね、忙しくさせていただいてるので。お正月は太られたっていう話を聞いたんですけど、それはあれですか、充実してるからですか。いや、単純にずっと忙しくてご飯あんまり制限してたので、それを全部解除したらとんでもないことになったので、急いで運動したりとかして。そうですか、幸せかなと思ったんですか。ずっとゲームやってました。、はい、ポケモンやって漫画読んでビール飲んで、そんな正月でした。色気がないですね。そうですね、色気がどっか落としてきちゃいます。今一番欲しいジュエリーはなんかこうつけるようなジュエリーは何かありますか。そうですね、今のところはまだなんかないですね、うん、まあ、でもネックレスとかは久々に見て素敵だなと思ったので、なかなかね、お仕事が忙しいとつける機会っていうのが少なくなっちゃうので、うん、なんか自分の方が。ちょっとお時間も迫ってまいりました。最後の質問じゃあ、はい、それではペンダントも素敵ですけれども、例えば指輪なんかっていうね、プレゼントはどうですか。そうですね、自分で買った方が嬉しいかもしれないです。まあ、ご褒美にっていうイメージですね。で、はい、あれ自分で買っちゃうんですか。買いますね。悲しいじゃないですか。そんなことないですよ、うん、本当にやっぱりそこでプレゼントされた方がやっぱり嬉しいじゃないですか、うん、まあ、そういう方もいらっしゃるんです。、はい、じゃあこの辺りで終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。今、小倉さんのお知らせですかね。